主人公言うたら自分しかおらへんやろ。初仕事緊張するわ。地獄よりはマシだろ。私の歌聞いてくださいね。お前に闇の王を操る資格があるのか。卒業試験なんて楽勝よ。主人公言うたら自分しかおらへんやろ。よっしゃ気張っていくで。使命は御堂光輝ね。綱乗り。え、光輝違います。綱乗りです。ああそう、ごめんなさいね。名前は大事よね。御堂綱乗り君。これだからこの国の人間は。都の外の戦場に玉と散り塗る血の雫かな。横島な者ども清めてくれよう。連携率が上昇し、仲間の思いがシンクロすると限界を超えた連携が発生することがある。これをオーバードライブと呼ぶ。ここが見せ場やな。周囲に誰もいないとき、余力を振り絞り自分一人で連続攻撃を見舞うことができる。これを独壇場と呼ぶ。戦っていると無意識に体が動いて装備中の武器に応じた新しい技を繰り出すことがある。これをひらめきと呼ぶ。
私が崩す。涙で狙いが定まる。綱森、あとはまあ、ここからが九口の本領。ぶち抜いたな。負けんぞ。あ、いったったった。勘弁してや。一歩一歩だ。強くなるのか。絶対ついてきてよ。アメイヤ、もう一度復習しておこうか。もう大丈夫よ。ドロったらそんなに私が信用できないわけ。見習い魔女の卒業最終試験だ。もし失敗したら5年は順番が回ってこないぞ。お前の魔力いただくぞ。プールクーラの魔女の力見せてあげるわ。やはりまだ未熟だな。だがそういう魔力もいい。いただきだ。そうはさせないわ。魔力は飛び散ってしまったか。決めるわ。もう一度重視に従ってください。歌姫ちゃん、ダンスバトルだ。
いいわよ。ワン、ツー、スリー、フォー。がアップ、イエーイ、すごいよ、私よりダンスうまいかも。歌姫ちゃんも頑張ってね。頑張ります、ありがとね。いい歌じゃないか。禁止楽曲だ、お前何やってたんだ。え、俺のせいですか？君のメモリには禁止楽曲のデータがある。メモリを封鎖する措置を取らざるを得ない。そんなデータ、君の名前は？私の形式番号は D057231 4、 通称ディーバナンバー5、歌姫です。歌姫か。あ、ママ、歌姫ちゃんだ。こんにちは。ママ、なんか怖いよ。行きましょう。もうこの体ではいられません。あなたの体を貸してね。ごめんね。あなたは誰ですか？私が誰かはどうでもいいんだが、名乗っておこうか。私はコンスタンティン、アルビオン王国異世界探索隊の隊長を仰せつかった身だ。私には関係のない話のようです。関係大ありだよ。君は探索隊のメンバーに選ばれたんだ。だからラッキーだと言ったんだ。どうしたらいいか悩んでたんだろう。我々と一緒に探索に出かける、いいね？わかりました。他に意味のある選択はないようです。よろしくお願いします。 OK、 早速出発だ。他のメンバーにも紹介するからね。わかりました、よろしくお願いします。君たちはこの領域を何と呼んでるか、どんな思い出があるのかな。ああ、ボーディカーは初めてだよね、ここは。そうだね。皆さん、ご協力お願いします。勢力撃破可能です。わあ、よく頑張ったと思うよ。アップデート完了です。今日もディーバチャンネルを聞いてくれてありがとう。このチャンネルは王室放送基金によって運営されています。お相手は歌姫でした。またね。